こんにちは、森下アットホームの森下です。今日はですね、去年の末ですかね、私の動画の方で寒い家対策で窓の強化に絡むDIY でしたりとかですね、二重窓みたいな感じで少しこう動画で解説させていただいたんですけども、意外なほどにですね、多くの方に反響いただいて参考になったとか、いろいろやってみたいとか、いろんなことをご感想いただいたんですけどね、その中の何%の人からがですね、窓は分かった、で窓をやってみた、で森下さん、この窓をそうやった後に続いてもしやるって言ったら何があんのっていう、そういう質問を受けたんですよ。なんで今日はですね、寒さ対策のまず窓しっかりやった、その後にじゃあどんなことをやれる方向があるかとか、注意してほしい、そのことについてね、解説をしていきたいと思います。はい、いつものように僕のちょっと板書き見てもらいたいんですけども、これ家の概要図なんですけどもね、ちょっと分かりますかね、これ、こういうって壁があって、真ん中に間仕切りがあって、この上のところは天井みたいな感じで、こうそんなような風に見てもらったらと思うんですけども、僕その何箇所か家を寒さから救うものの、パートがあるなと思うんで、まず一番がこの、ずっとここのところ代々します窓の強化っていうやつですね、ここね。これを樹脂窓に変えるとか、こう二重窓に変えるっていうことで、随分その寒さの感じが和らぎますよってことをお話をしました。ちょっと友人の小栗さんからですね、二重窓は二重窓でこうやるんはいいんやけど、一重目と二重目の間にこう結露したりして上手に管理せんかったら問題もあるからって、ちょっと注意喚起受けて、さすが小暮って悔しいとか思ったりもしたんですけど、そういうこともあるんですけど、やっぱり有効なもんではあるんですよね。でそこを終わった後で、じゃあ何次やるのっていうと、前にも動画で何回も解説してるんですけどもね、僕がおすすめするのは気流止めっていうやつです。で気流止めって何かというと、ちょっとこの絵分かりますかね。日本の木造住宅っていうのは基礎があって、その上にこう土台っていうのがこう外周に横たわってるんですね。でこの上に根太っていう、比較的細い木材をこうはわした上に、この上床板を張るっていう工法がこれは多いんですよね。そうすると、いかにしっかりした大工さんが仕事をやられても、この土台とこの根太との間に隙間が、スペースがこうできるので、ここがね隙間になってることが多いんです。そうすると真冬に冷たい寒気がここから侵入してくる。よく隙間風って言葉がありますけど、あれってこう窓があってこうその窓の隙間から入ってるっていう言い方もするんですけど、古いお家だったらこう建物の隅から隙間風って結構入ってきてた。あれ何かいうとここから入ってきたんですね。で同様に天井部分にもこれに近い構造のところがあったりしますので、ここの冷たい風の流入を、簡単に言うとこんなこう板でもいいんです、ここにこうテープ張りしてもいいし、こういうの塞いでしまうと結構お家っていうのはあったかくなります。ちなみにこう例えば柱がこう独立であるようなところでも、床周りにこうテープをぐるっと張るだけで下からの風が侵入が阻害されて、結構快適になったりもします。本当ね、先日もある方がね、某有名な鉄骨系の丸々ハウスさんみたいなところで家建てられて、すごいお金かけて立派な家なんですけど、ちょっと寒い、とにかく寒いんですよと。で、森下さんどうなんですかねって、僕ちょっと世間話で、もし床潜れるんやったら潜って、隙間かな思うところにテープ貼るだけでとか、ウレタン吹き込むだけで随分その会社さん大手さんやから、すごいしっかりした施工してあって、断熱材は入ってると思うけど、隙間に関してはちょっとこう。もうちょっとこう攻められんかなとかあると思う。それやると結構変わりますよってちょっとアドバイスしたらね、そのご主人豆やね、潜ってちょっと休みの日曜日かなんかにこう息子さんと2人潜って、親子でこう協力してこうテープ貼られて、そうするとすごいあったかくなりましたって、結構満足する水準近いかもっておっしゃってましたんで、やっぱり窓もそうですけども、この気流止めもすごく有効なもんですね。だから次は気流止めってことかなと思います。でそれが終わった後に、じゃあ何があんのっていうと、出てくるんですけども、3つ目がですね、この下っ側ですね、床ですね。床の断熱気密いことなんですね。でだからさっき言いましたように、気流止めっていうのは床の気密を上げることなので、そこにこう該当してくるんですけども、一方でね、古いお家やったらもうこの際床を全部ばらして床を作り変えるっていうのも悪くないと思います。例えば築年数がすごく経ってるお家なんかでしたら、やっぱり床がブキブキ言ったりとか なんかそうなんないですかね。でそれから、まあ、30年も40年も、まあ、30年、まあ、ちょっと短いかな、もっと40年50年経ってるお家やったらめくってみたらですね、例えばシロアリが来てるかもしれへんとか、なんか鎖があるかもしれへんっていうと、そういうもののチェックとかで、結局はめくってみれば分からへんとかも結構 家にはあるんでね。でそういうことを兼ねて一回、まあそれぐらいの家だったらもうほぼ断熱材なんか入ってないと思うんで、断熱入れながら気密も取りながらきっちり床をするということは対策としては、まあ同時に気流止めもできることなんですけど、まあ、気流止めはまあめくらんでも風だけ止めればできるんでね、これが次の段階になります。でここまでぐらいはね、あんまりこうそんなに知識なくても結構やれるんかなと思います。で今日はですね、皆さんに一番こうお伝えしたい題目はですね、この4番と5番なんですよね。4番っていうのは壁のことです。で5番っていうのはこの、まあ、部屋にとっての天井とか屋根の部分のことですね。でね、ここに関して最近断熱リノベーションとか結構流行ってるので、いろんなやり方が出てきたなと思って、あ、ええことやなと思って見てた時に、いやちょっと待てよと。これちょっと注意せんとまずいんちゃうかなって思うことがあったんで、ちょっとそのことを絡めてお話ししていきたいんですね。でこれね、断熱リフォームにしろリノベーションにしろ僕結構肝の話だと思うんで、よく聞いといてほしいんですけどね、まずね、壁っていうのは、断熱強化するときは3つのやり方があります。この緑色のところは、ね、既存の壁の厚みやと思ってください。これを強化するやり方のアプローチ1は内深断熱。家の外壁の内側にね、断熱性の高いそういう樹脂系の板みたいなものを貼るっていうのを内深断熱っていうんですよね。でこれは結構簡単で有効です。でいろんななんか悪さもしにくいと僕は個人的には思ってます。でもう一つがこれ内深断熱をやるとね、室内狭くなるんですよ。まあ、例えばフェノール系の断熱材みたいな優秀なやつ貼ってもグラスウール10センチぐらいの断熱をキープしようと思ったら5センチのネオマホームみたいなフェノールを貼らなあかんですから、そうするとまあ仕上げのボードとかクロス入れたら6センチも7センチもこう部屋内入ってくるので、部屋中がぐるり7センチ狭くなったらちょっと狭い感じあるじゃないですか。で嫌だなという人に向くのは外深断熱です。外の外壁そのまま置いといて外に貼るっていうやつですね。でこれはこれもまあ結構断熱ライン取りやすいんでやりやすいんですけども、断熱材だけ貼って終わるってことできないんですよね。それに例えば動物打ってそういう防水シートやってサイディング貼ったりとか、場合によったらEPS みたいなの貼って塗りするみたいな感じで、断熱の仕上げ以外に外壁の仕上げがいるんで、ちょっとこれ割高になる。ただ部屋内は狭くならへんので、まあ元の敷地は狭くなりますよ。外もね、 EPS なんかやったらもうしっかり効かそうと思ったら5センチから10センチぐらい深さな感じですから、そういうことがあると思います。でこの辺の内深とか外深っていうのは、まあ、狭くなるとかコストがかかるということを度外視すれば結構いいもんです。でもね、これでも外も狭い家で中もこうふかしてないし、外もなんかあんま壁触ったらお金かかるから嫌やなっていう時になったら、この既存壁の強化ってことになると思うんですよね。それで、僕最近その既存壁のその改修をしてるのによく見るのに発泡ウレタンっていうやつがあるんですよね。100倍発泡とかそういう、まあ、やつが、まあ、世の中結構多いんですけども、この発泡ウレタンっていうものは100倍発泡においてはですね、まあ、大体そのグラスウールと同じぐらいの、まあ、16キロぐらいの重さと比べたらいわゆる熱伝導率ってあんまりそんなに差がないと思うんです。まあまあ少しは違うかもしれませんけども、わずかしかないのでほぼ同じようなもんでいうことから言うとですね、一般的にそのグラスウールぐらいの16キログラスぐらいの内断熱を考えた時の壁の、今僕たちは新宿で収まれてこういう形なんですね。断面でいうと外壁があって、通気素があって、で糖質防水シートがあって、そして断熱材、もしくは免材が入る場合もありますけども、でそしてその内側に石膏ボードっていうのがあって、この繊維系の壁っていうだけじゃないんですけども、この、いわゆる熱伝導率 0.038 ぐらいのものでいくと、必要なものはですね、これ気密シートとか糖質防水シートみたいなのがいるっていうのは、以前の動画で僕解説したことあるんですけどもね。でなぜか言うとですね、そうじゃないとこのいわゆる壁の中の結露リスクがやっぱあるんです、一定。もちろんほぼ出ないなとは思います。ここに気密シートさえしとけば出ないなとは思うんですけども、それでもね、気象条件って厳しい時もまれにあるんで、想定外みたいな時があるじゃないですか。その時のためにここでもし水蒸気がこう溜まって悪さしそうになったら、速やかに外壁の外に吐き出すために透湿性のある防水シートとか免材とかがいるし、出た湿気を速やかに出すための通気層がいるっていうふうに考えで、今新築を使って作ってるんですよね。でヒュガエってね、そういうことから言うと、じゃあ今のこの既存壁の改修するときに、この断熱材の入れ替えをやるときにいうか、断熱が入ってない壁の方が多いんですね、こういう寒い家っていうのは。そこにですね、グラスウールとかを入れるとかいうのは結構いろいろこう既存のものに入れるのも面倒くさい筋交いがあったりして、切らなあかんし上手に入れへんということで、発泡ウレタンが手っ取り早いからって結構吹かれることが多いんですよ。でもね、その時にちょっと僕心配やなと思うことがあるんです。でもちろん発泡ウレタンをやっても、スキン層を持ってきたら OK いう考えもありますけども、僕は念のために気密シートを貼った方がいいですよっていう派なんです。なんでか言ったら、もし事故が起きんように、家の中の水蒸気ね、人間暮らしてたら息吐くし、煮炊きもするから水蒸気いっぱいあるんですよね。それが入ってくるのを阻止しとかないと、水蒸気の侵入があるとここに結露する条件の一つを満たしちゃうんですね。だからね、結露条件を排除するっていうことが非常に重要なんで、気密シートはどういう断熱を選ぼうと僕お勧めするんですけどもね、その時に発泡ウレタンをやるケースの時、これグラスを入れる場合も一緒なんですけども、壁がどういう状態か、既存の壁がどういう状態かをチェックがいるんです。それが今ね、やっぱり40年50年ぐらい前のお家でいうと、モルタル大壁っていうお家が非常に多いんじゃないかなと思うんです。昔のしっくい塗ってるお家とかは比較的板張りのお家はいいんですけども、このモルタルオオカミの家っていうのは、この後ろ側にですね、ラスジって言ってこの網があって、その下に黒い紙が防水でね、モルタルって水染み込むんで入らんように防水しっかりということで、昔はそういうふうに頑張って施工してたんですけどね、勢いですね。そうなると壁の中にもし水蒸気が発生しても逃げないことが多いんですよ。でね、既存壁の強化は内負荷断熱外負荷断熱がおすすめですけど、いろんな条件で3の既存壁の断熱強化を考える場合は、発泡ウレタンを使って終わりの時に起こりやすいと思う。グラスウールでも一緒なんですけどね、ちゃんと結露計算をしてますかってことなんです。で結露計算をしたらですね、僕たち6地域って言われて温暖なところに住んでますけども、冬場は0度とかマイナス1度になる地域でありますから、その温度差だったらね、結露をやっぱりする可能性結構高いんですよ。だから昔グラスウールを入れた大工さんたちが黒くなったりね、それから果ては涙だけって言ってキノコが入るぐらい腐っちゃってみたいなんで、あんなもんろくなもんじゃないって断熱材が入れてあかんわとか言っていう時代があったんですけど、それはこれと同じことなんですよ。だから発泡ウレタンにしたらさーっと吹いたらもう簡単やし、断熱も気密も取りやすいんですけども、この結露計算で既存の壁の状況を判断してされたかどうかによって、この既存壁の断熱強化はぜひ注意してくださいね。これね、僕ね結構散見してるなと思って、であんま知識がない会社さんでやってられて、って思う時が僕あるんでね。でこれをちょっとぜひちょっと壁に関しては注意してほしいんです。で最後に屋根ですね。で屋根に関しては既存の屋根があって屋根の路地があったらそこに対して、通気層を確保できるように例えばシート貼ったりとかそれから段ボール紙で通気、ね、確保したりして、発泡ウレタンを拭くケースっていうの結構あるんです。僕もこれ結構お手軽やから気密も出やすいしおすすめするんですけども、その時に注意してほしいのが屋根の形状なんですね。まあ、昔のやった瓦の屋根って結構多いと思うんで瓦のその胸のところにこうのし瓦ってこう胸の瓦乗ってるんですけども、そこはね絶対雨入らないようにしてあるんですよ。ということはね絶対中の空気出にくいようになってるんですよ。で通気取っても逃げるとこあんのっていう問題があるんです。だからまあアイデアですけど、まあ、例えばもしやるならこの面にこう落としてこの面に壁面側に通気層を取って出せるように裁定するとかなんかないとせっかくやっても良くないですよね。なんでもしそういうようなちょっと瓦でうまいことこう通気ができへん、特に入母屋の屋根なんかやったら切妻やったらここ出せるこのつま面があるんですけど、入母屋の屋根入母屋の寄せ棟の屋根とか入母屋の屋根って言ったらその逃げるとこは結構なかったりするんで、その時は天井断熱の方が安全やと思います。そうするとまあ結構ねこういうところ隙間あるので一定の対流してくれると思うんでそれほどまあリスクないかなと思ってます。でもっと言うとこの断熱ラインをどっちでもいいんですけど強化するときはここに気密ライン取っといてここから発生する水蒸気がこっち入って悪させんように。僕昔ですね山間部で改修をやった時に屋根がコロニアのやったお家があってですね、これコロニアで釘止め工してるんですよ。そうしましたらねここに気密シートを持ってなかったらすごい断熱はしっかり厚く20センチ以上やってたんですけど水蒸気が上がってねこの釘が結露するというやつがありました。で雨漏りするって言ったら結露やったってことがあるんですよね。でまあ当時僕お恥ずかしい話をその辺のことのこう何て言うんですかね知識がなくてあそういうことかということでもう一回天井はぐらしてもらって気密シートきちっと貼って水蒸気が上がりにくいようにしてやってもらうとまあ、止まりましたっていうことがありました。なんでこういうように段階的にやっていただくときにその結露リスクが壁と天井とか屋根触るときはあるのでねそこはぜひね注意をしていただきたいと思います。でここのことがやれればですねなんていうんですか翻ってこれは2階建ての1階分だけがあったかってもええんや。もう年寄りしか住んでへんから俺らおじいちゃんとおばあちゃんが住んでるとこだけがええやいうことであればその2階の床の断熱でやれるこということであればこのバリアだけきっちり気密ラインだけきっちり取ってもらったら大きな障害は僕はないと思いますんでね、そういうふうに思っていただいて発泡ウレタン手軽ですごい今使う人多いんでその時に何でもかんでもこれやったら気密取れるんですよ断熱やりやすいんですよしっかり入るんですよっていうなんか営業トークみたいな感じでやる方が時々いらっしゃるんでね是非注意をしていただきたいと思います。ちょっと細かい話なんか言いましたけどねやっぱり何にしても既存のお家に愛着があるよく分かりますし、それからでも年はいったけどもうその最晩年の10年20年を温かく暮らしたいってお気持ちもよくわかるしそれを見守り息子さんとか娘さんの立場からでもぜひそういう両親にあったかく住んでほしい気持ちは分かりますので窓のを触ってみてですねこんなに快適になるんやいうことが分かって、まあ、いわば味を占めて理解ができて断熱にお金かける手間をかけるということは決して悪いことじゃないんだなって理解していただいたらね是非引き続いて断熱強化をよりしていただくっていうことが光熱費もかからへんし健康にも暮らせるのでめっちゃおすすめなんでね是非ちょっとこんなことを注意していただいて皆さんのおうちの断熱リフォームリノベーションを成功に導いていただいたらと思います。はいまあこんな感じでねなんだかんだ家づくりでいつもなんだかんだ解説してますのでよかったらねチャンネル登録をしてみてください。